ジョシュワークマンはアメリカ合衆国の男性総合格闘家、ユタ州ソルトレークシティ出身、ザピット所属。コットンウッド高校時代はアメリカンフットボール、野球、レスリングで活躍し、リクシー州立大学進学後も小学生としてアメリカンフットボールを続けたが、総合格闘技に転校した。2005年、リアリティ番組。 ザ・アルティメット・ファイターのシーズン2にチーム・ヒューズのウェルター級選手として参加。エリミネーション・マウトでメルビン・ギラードを下す者の腕を負傷し、シーズンから一旦離脱。11月5日のフィナーレでは、サム・モーガンにバスターで小勝ち。2008年1月23日、UFC ・ファイトナイト・スウィック・ VS ・バークマンでマイク・スウィックと対戦し、0から2の判定負け。 2008年6月21日、ザ・アルティメット・ファイター、チーム・ランページ VS、チーム・フォレスト・フィナーレで、ダスティン・ヘイズレットと対戦し、腕ひしぎ十字固めで一本負け、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2013年6月15日、ベソフさんで、ジョン・フィッチと約7年ぶりに再戦し、ギロチン・チョークで一本勝ちを収めた。二千十三年十月二十六日、ベソフ6の、 世界ウェルター級王座決定戦でスティーブ・カールと対戦し三角締めで一本負けを喫し王座獲得に失敗した。2015年1月3日6年2ヶ月ぶりの UFC 参戦となった UFC182 でウェルター級ランキング6位のヘクター・ロンバードと対戦し0から3の判定負け。試合後の薬物検査でロンバードからデソキシメチルテストステロンの 陽性反応が検出されたため、試合結果がノーコンテストに変更された。2015年5月23日、UFC187 でウェルター級ランキング8位のキム・ドンヒョンと対戦し、片方めで一本負け。2015年8月23日、UFC ファイトナイト、ハロウェイ VS、オリベーラでパトリック・コーテと対戦し、パウンドで TKO 負け。 ファイトオブザナイトを受賞した。2016年2月6日、ライト級転校初戦となった UFC ファイトナイト、ヘンドリックス VS、トンクソンで、キロジュール、ヌーンズと対戦し、3から0の判定勝ちを収めた。ありがとうございます。